調子に乗んな。また強くなったな。エナジーブラスト、ひらめいたぜ。ダメ、命を照らす光よ、ここに刻め。ハッ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 。やらなきゃやられちまうからな。まずまずでしたね。もしヨンは儀式の真っ最中だ。おとなしくしていてもらおう。六人将、何です、お前たちは。使えるべき方をかどわかしておきながらふてぶてしい。シンク、ラルゴ、ヨン様を返して。そうはいかない、奴にはまだ働いてもらう。なら力づくでも。こいつは面白い。アルタロスでのへっぴり腰からどう成長したか見せてもらおう。ジェードに負けて死にかけたやつがでかい口叩くな。ハハハ。
違いない。だが今回はそう簡単には負けぬぞ。六人称烈風のシンク、本気で行くよ。同じく黒獅子ラルグ、いざ尋常に勝負。ちょろちょろ目障りな。黙りなさい。余計なことしてやがるのはそっちだろうが。威勢のいいガキだ。うるせえ。ジジイは突っ込んでろ。ぶっ飛ばすぞ。公平は知らず、まだ猿のみってね。ないんだよ。忍びだ。それはこちらのセリフですね。さすちょっと消えなさい。今度は簡単にはやられぬぞ。怪我をしたくなければ引き。足引っ張んな。やばいな。つい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 こんなことが。
二人がかりで何やってんだクズ。今のはバン先生の技だ。どうしてそれをお前が使えるんだ。決まってるだろうが、同じ流派だからだよボケが。俺は足やめろ。ほっとくとあんたはやりすぎる。剣を収めてよ。さあ、取引だ。こちらは同志を引き渡す。その代わりここでの戦いは打ち切りたい。このままお前らをぶっ潰せば、そんな取引成り立たないな。ここが砂漠の下だってことは忘れないでよね。あんたたちを生き埋めにすることもできるんだよ。無論こちらも巻き添えとなるが、我々はそれで問題ない。ルー君、取引に応じましょう。今は早くイオン様を奪還してアクゼリスへ急いだ方がいいわ。陸路を進んでいる分遅れていますからね。わかった。心配しました。迷惑をかけてしまいましたね。そのまま先に外へ出ろ。もしも引き返してきたら、その時は本当に生き埋めにするよ。やっぱり似てる。あのような下賤な輩に命令されるとは腹立たしいですわね。ああ、そうだな。でもナタリア、こらえてくれよ。分かっています。今の私は王女の身分を隠して旅をしているのですもの。ナタリア、何ですの。ナタリア、行こうぜ。ええ。あれがナタリア王女か。因縁だね、ラルゴ。おい、ラルゴ、てめえ、ナタリアと何か関係があるのか。さて、昔のことだ。忘れてしまった。六人衆は互いの過去を知る必要はない。あんただって、それが身に染みているだろう。聖なる炎の燃えかすである、あんたが。あのガイってやつ、気づいたな。Thank you.
エナジーブラスト峠だ。ガレン報酬が焦るか。炸裂するしかないよ。エナジーブラスト。ダメだ。敵のポニマーを放置しない。悪かった。新鉄血栄か。新人でも2が栄光だ。いい感じじゃないか。任せろっての。相手にならなかったな。暑くても砂だらけで埃っぽくても外の方がいい。皆さん、ご迷惑をおかけしました。僕が油断したばかりに。そうですよ、イオン様、ほんと大変だったんですから。ところでイオン様、彼らはあなたに何をさせていたのです？ここもセフィロトなんですね。はい、ローレライ教団ではセフィロトを守るためダート式封樹という封印を施しています。これは歴代同士にしか解除できないのですが、彼らはそれを開けるようにと。なんでセフィロトを守ってるんだ？それは教団の最高機密です。でも封印を開いたところで何もできないはずなのですが。なんでもいいけどよ、とっとと町へ行こうぜ。干からびちまうよ。そうね、ケセドニアへ向かいましょう。賛成ですわ。ミャンマですな。ウタザルは黙ってろ、熱苦しい。ミャン、ごめんなさいですな。Thank you.
ようやくケセドニアまで来たな。ここから船で開通路へ向かうのね。マルクとの領事館へ行けば船まで案内してもらえるはずです。またか。ルーク、またか。頻繁になってきたな。大丈夫、収まってきた。いや、念のため少し休んだ方がいい。そしたら宿に行こうよ。イオン様のこともどうするか考えないと。わかった。オーラどうした。そっちは宿屋じゃないぜ。捕まえたら術を解かせます。それまで辛抱してください。頼むぜ。まったく。ところでイオンのことはどうするんだ。とりあえず六人衆の目的がわからない以上、彼らにイオン様を奪われるのは避けたいわね。もしご迷惑でなければ僕も連れてってもらえませんか。イオン様、モース様が怒ります。僕はピオニー陛下から神書を託されました。ですから陛下にはアクゼリスの救出についてもお伝えしたいと思います。よろしいのではないですか。アクゼリスでの活動が終わりましたら私と使徒へ向かいましょう。あーっと、決めるのはルークでしたね。勝手にしろ。またしばらくよろしくお願いします。